はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西の昼食ですね。昼食多いな、ボリュームがあんな。唐揚げ弁当ですね。唐揚げ弁当、揚げたて唐揚げ弁当ですよ、これ。唐揚げ弁当、唐揚げ弁当。メインの唐揚げですね。ね。で、ご飯、あ、ロールキャベツか。へえ。で、これなんだ。お豆さんか。お豆さん。はい。ロールキャベツ、スパゲッティも入ってるね。あ、ピンクのお漬物。はい。ご飯、唐揚げです。はい。いただきたいと思います。もうちょっと寄るか。寄ったかな。わかりませんが。まあ、唐揚げいただきましょうか。結構ボリュームあるよ。 1,2,3,4,5,6 個も入ってる。450円、安い。うん、美味しい。揚げたて、最近できたばかりのお弁当屋さん。うん、450円安いですね。唐揚げと日替わりとお袋弁当、豚生姜焼き450円。ご飯も結構しっかり入ってる。卵丼300円、親子丼350円、安っ。唐揚げ丼380円。カツ丼400円ですよ。カレー380円、カツカレー450円、チャーハン400円。すみません、延々と値段を言って。あ、これ持ってけよかった。クーポンもらったんですよ。さらにこれ50円引きになるはず。これ持ってったらね。前は焼肉弁当みたいなの。ね、650円のやつ。うん。唐揚げ美味しい。うん。シンプルで。ロールキャベツをいただきますかね。うん、美味しい。これおかずが余っちゃうな。ちょっとホワジャオかけますね。ちょっとここに落としてつける。うん、サクでね。サクサク、音聞こえるでしょ。体余っちゃうな、これ。ボリュームすごいですね、唐揚げの。
うん、お腹いっぱいになった。お腹いっぱいだ。安いわここで。美味しい、ちゃんと。まあちゅうことで、はい、唐揚げ弁当でした。唐揚げ弁当、夢がありますね。はい、すいません。まじゃまじゃじゃまあじゃ、お腹いっぱいだ、食べ過ぎだ。